今回ルールとしてはまず負けたチームの人にそれぞれ1ポイントずつ入って、最終的に3試合やって最も点数が高かった人が改名。1ヶ月どういう名前にするかはなんと一番ポイントが少なかった人が決めることができます。そういうことです。とにかく勝ってください皆さん。ということで、はい、やっていきましょうか。レッツゴー、レッツゴー。あ、皆さん、ね、あの自分の役職言わないでくださいね。ということで、ちょっとオートミュートボット働いてる、働いてるね。あれ、ちょっと待って、オートミュートボット働いてないかもしれない。ちょっと働いてなかったね。働いてる？臭いね。Let's go。喋れちゃうっていうの、ミュートした方がいいかこれ。はい、はい、今回は私はクリですね。クリはね、心持ち楽です。負けても正直結構出てきた、他の人は負けてるしね。お願いします。お願いします。うわ、まあ、絶対死ぬやん。クソがクソが殺しやがったなあいつ。何これ、え、こういうベントなんだ今。やだな、インポスターだから怖いな。あ、人生だ、人生よろしく。はい、クソです。終わってやがるぜ。もうやだ、なんで、ああ、うんか。これはもう雑念を取り払う。ムム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 ムえ、俺は通報ボタン特に一人。僕は あの、あったかい部屋。私もさ、あの、その近く、研究室出たらへんのとこにいたんだよ、私。でも、トータ見なかったけどね、僕、研究室行ったけど。通信室から降りてきて、で、来て、うん、私は、あの、ジャングルの下の方を通って、温室の室内にいるモンブランが一瞬見えたタイミングで、通報が鳴ったから、まあ、そっちから見えてないかもしれない。あ、なるほど。最初にモンブラン見て、それ以降誰も見てない。そうだね、もう、じゃあ、きなこもちは、そうだね、ジップラインのところでなんかうろちょろした見た。そっからは見てないかな。まあ、きなこもち上がると思うけど、ジップラインで通信室行って、保管庫一回戻ってタスクして、ミーティング越え、ミーティング通って、研究室でタスクして、戻ってジャングル越えて、温室で通報なったみたいな感じ。それは、あれ、通信室行った後、そのまま下の端を下の方に行って、はい、でミーティングルーム通って、あれ下に見つけた。私最初あの左のスプラッシュゾーンでタスクをやった後、保管庫通信室行って、はい、で降りてでジャングル行って後にもう研究室行こうとしたところに なった感じです。やべ、投票。はい、え、なんで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 おいおいおい、なんでだよ。あん、ごめん、ちょっとこれは勝った。これは。OK。ナイス。これ、マジで。いや、あ、でもね、翔太くんは、まあ、なんていうか、あの、人生とモンブランさ、俺の下を見てるはずなのにさ、フル無視すんだけど。
いや、人狼やりたくないな。よっしゃ、くるきかまあ、いや、普通にクルーやってみましょう。クルーは有利だ。人狼やりたくないな。よっしゃ、くるきかーい。はい、2試合目もクルーです。さっき早く死んじゃったんでね。で、戻ります。なんて気がするんですか。この馬の相手がちゃんと乗れることを知っておる人だ。クルーは有利、はっきり分かんだね。もうタスクそこで終わらせてやりますよ。最速タスクマン誕生。ああ、扉閉まった。怖い。もうメルトダウン来ました。待って。どうしようかな。一旦、誰かがやるだろう思考で。発電機あるならメルトダウンいらない。人生、いやでも、しょうがない。大丈夫これ。でも意外と時間ある。ナイス。ナイス。もうそろそろ人死んでてもおかしくないよ。そろそろ人生だ。直したのかな人生が。ナイス。あ、神。強いわ。めっちゃ助けてそう。こっち強いや。こんなんついていくわ。人生と神が一緒にいる。わ。人生と神が一緒にいる。ね、今。ほいしょ、しょ、しょ。そしてどんどんタスクをこなして、まあタスク勝ちになりますね。うわ、来た。今回こいつ白い。動きが真っ白白だわ。おもろ白ぎ。まあまだ。おもろ白ぎ。おもろ白ぎで。大丈夫。ちょっと待ってほしい。ちょっと待ってほしい。ちょっと待って、神ストーカーしてない僕のこと。知らないよ、別に。え、まあ、それ俺タスクしてたんですけど、ただ単に。いや、ガチってる、これは。怖っ。何ですか。経路を説明いたしますと、まあ、あの、メール等があったと思うんですよ。メール等があって、直しに行ったんです。で、相方にきなこ餅がいまして、まあ、無事直し。で、階段を登りまして、鉱山の方でタスクをしていたところに神さんがやってきてまいりまして、まあ本当に、それと僕噛んでないっすよね、別に。いや僕も余裕で話したよ。何してるんすか。いや、タスクをそのするんかなと思ったけど、僕が終わった瞬間に鉱山に入ってって、で僕が出てって、あ、じゃあタスクするのかなって、僕階段降りた瞬間になんか追っかけてきたんで。いや、俺だったら、もうあそこでタスクしてる瞬間噛みますけど、あんな僻地でタスクしてる、なんかバカ野郎いたんで。バカ野郎ではないでしょ。バカ野郎。いや。あんま、これで釣ってもいいですけど、まあ、そんな、それで僕が村だった場合、モンブラン釣ってね。いや、これはちょっと、村でいいってこと？まあいいの。あ、モンブラン、僕は全然いいんですけど。じゃあ、モンブラン一緒ついていくわ、俺。モンブラン死んでたらいいじゃん。モンブランが死んでたら俺が犯人だし、俺が死んでたらモンブランが犯人なんだから。怖いな。これでよくない？え、もう変わるの？え、怖いよ。
あ、おい、翔太、お前怪しいぞ。それで俺は出するっつってんのはいいんだな。お前怪しいぞ、結構。ログナ覚悟。うわ、こいつやば。こいつはマジでやばい。翔太やばい、乗っていうネタね。大丈夫、大丈夫。タスクで勝てるっていう、そういうのがあるんでね。翔太やばい、乗っていやー、これ、さすがに翔太くん黒くないっすか。あのね、きなこ餅はタスクのタスクなんだけど、あれやってるんで、結構白目だと思うんですよ。で、この、ね。きなこ餅めっちゃついてくるやん。カオスはやばいよ。まあでもでもタスクがもう終わるからまあ大丈夫。よいしょよいしょよいしょ。もうね給油もどんどんやってしまって、はいタスク全部完了。もうほぼ確定ショットだなこれ。もうショットは気しかしないけどな。余裕でショット。でもマジでこいつは言うことはちょっとガチおかしいけど白目なんだよな。あいつが気になるんですよ。うわ終わった。あマジで終わった。さよなら。こっち来たらマジで押すか。ハローカミハロハロ。殺せるもんなら殺してみろよ。おい、なになに、ショート怪しいって。おい、ショート普通に怪しいからな。マジ何を言ってるの。ちょっと釣っていいっすか。俺ちょうど違ったら俺釣っても俺死んでもいいんで。どうしたどうした急に。どうした。いや俺的には俺目線はねモンブラン白かったんだよ。鉱山行った時に鉱山わざわざ開けて見に開けて、キノコのやつあんじゃん。あれは開けて、わざわざあんな誰もいないところに行ってタスクするのは、まあ、白目だったわけですね。だから私はついてったんですよ。あなるほど。で、まあ、それでモンブラン白目に置いてて、で、まあ、キノコ餅をね、わざわざね、その原子で直すって思うんですよ。結構時間かかってるしね。まあ、キノコ餅はまあ、別に直すにし、まあ、直す可能性もあるけど、人狼が。まあ、でも、一応白い位置だと。で、人生も、まあ、人生と俺は正体に悩んでたんですね。でですね、翔太くんさっき研究室でさ、早く出てきすぎじゃないですか。僕ずっと外で待ってたんですけど。しかも、タスクやったの？何のタスクやったの？キノコと鉱石を分別するやつ。あ、あるね。あるの？ああ、あるんだ。俺は知らないけど。まあ、じゃあいいんじゃない？じゃあ俺翔太のことそうかしようかな。怖っ。やめてくれよ。どかすな。タスキップいいんじゃない。おい、ちなみにタスキップもやってないから。タスキップもやってないよ。私はタスク終わったんだよ。いや、タスク。タスク終わらせた方が早そうだけどね。まあ、確かに。全員終わったらさ、ちょっと俺についてきて。おい、一個も終わってないから。了解。てか、一個もやってないから、終わらせろよ。やだ、だるい。終わらだるい言うな。はい、ということで。神さんさ。タスクやろうよ。ねえ、ということで私はもう歩き回るだけです。キッチンってとこにまだ私行ったことないんで、ちょっと行ってみたいんだけど。こうなってんだ。釣りできんだよ。この海の色やばいけどね。なんかできてる。いや、さ、これさ、やったって俺死ぬもん。やったほうがいいんだけど、これショートちゃうのかな。怪しいと思ったんだけど、モンブランは絶対白やろ、これ。なんだこいつ。たまたまね。
何の、何これ、通信妨害、通信妨害でもなさそうだけど、何これ、通信妨害か、え、死んでる、どういうことだ、どっち、セルフ、え、あの通信数を右上直しに行ったら死んでましたね。多分僕と神は絶対に違います。まあ、俺が地神通報の可能性はあるけど。それを言っちゃうのね。いや、まあ、いや、でもそれはあり得る話だから。まあ、でも、まあ、下に誰かいたよな。ブロックの下いたの誰、じゃあ、最初に意思を知るね、翔太と人生。私、ジャングル。え、カフェ。ジャングル、ああ、うん。いいぜよ。カフェ。カフェ。カフェの話した。助かるわ。うーん、そう他説ある。うん、俺、さっき、水晶大好きだな。まあ、なんでも、ついたかないな。いや、水晶大行ってないのもおかしいけどな。そう、ギャングにいて、なんで行かなかったのって話だよ。そうだね、行ってなかったのもちょっとおかしい。カフェはさ、しょうがないけど。うん。ジャングに行こうと思うくない？だって、少ない人数しかいないのに、なんで行かないのって話。確かにな。いや、どうでもいいなぁ、よくないよ。裏でどうでもいいなぁ、黒いの。どうでも、別、あ、違うわ。そう、あ、通信室向かってたんだわ、今。え？じゃあ、普通に記憶喪失。大丈夫か、お前。嘘だろ。大丈夫だよ。おい。いやぁ、はい、混乱してきたぞ。マジ？わからない。普通のショッターが明らかにおかしいんだけど。おいや、でもな、銀色で噛んでたらカフェティゲに行ったら別になんで、確か通信室繋がってんだよね、交換口に。そう、ジップラインがあるからね、そんな、あ、人生かも、人生君が早く、いや、俺の頭の中で推理して人生だった。推理内容言うと、カフェテリアだってなんかね、人生左手に来た気がするんだよな。え、おぉ。おぉ、何スキップしてね。いや、ごめん、ちょっとここはスキップさせてほしかった。でもこれ人生っぽい。神ときなこもちはお互いに白がなんか証明できる臭い、証明できるっぽいので、人生かな。この扉を結構閉めるプレイングが多分神ではないんだよね。ちょっと寝たいけど、ちょっと寝たいが神のプレイングではない。よって人生説。はありますね。アモンブランだ。ハロー。じゃあ試しにちょっと人生どこかいるかな。おーまいごっとだね、これは。これはおーまいごっとだよ、マジで。写真が来たな。ちょっと行ってほしいな。人生直さない話になるか。これは、翔太です。え、なんで？なんで？あ、マジ？どこ？いや、まあ、説明させていただきますと、はい。僕が、まあ、さっきの通信のサボかなが残ってて、いたんすよ。で、私直したよ。うん。いや、そうなんだけど、左側にいて、直して、右側に行って、翔太とすれ違ったんですよ。ああ、うん。で、明らかに挙動不審だったのね。ああ。なんかあるなと思って、始めたら、まあ、神が噛まれてたわけですよ。え？いや、これ、
思ったでしょ、さすがに。え、人生は、まあ、最後どこに行った？え、俺、いや、うん、スプラッシュゾーン。俺が人生言ったやろ。初見たら、まあ、神が噛まれてたわけですよ。俺がもう、俺もよくしてくれよ、頑張れ。え、人生は、いたか最後どこに行った？え、俺、いや、スプラッシュゾーン。ああ、お前、ゴッド。俺は翔太だ。もうダメだ。おわ、あ、モンブラン入れんなよ。お前入れたら、お前、絶望やがな。俺の意見を気がするに、勝手に。バカ、俺なりのプリンは、どこへ通信？いや、通信の左端のところ、なんか、っていうか。いや、これは、これは、こいつらアホです。いや、うん、アホ。ブラッシュゾーン、カフェの隣だね。なんでだよ、もうスプラッシュゾーンに入れちゃうのおかしいだろ。下村のセルフレポートにかけるもうバッカッカッもう全員バカだ。あーやばいやばいやばい、ここ行っちゃダメだ。あんバカバカバカしかないバカ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 マジサンクス助かるわ。いいかも、もうやだ。自分がダメになったよ。こっちに行きましょう。やばい、今最下位だよ。勝ちに行かなきゃ。普通に解明嫌なんだけど、普通に勝ち、やだ、負けたくない。待って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 、メルトダウンか。もう直しますよ、もう積極的に白を取っていくプレイングで。直せ、ナイス。ついに助かるからやろう。何これ、どういうこと？いやあ、オーマイゴー、勘弁してくれ。まあ、モンブラン残しとこう、ショウタは残す、ん？違うな、モンブラン、きなこもちは残してダメだ。きなこもちかまないとないですよ。まあ、そこで、タスクどこあった？物資を巻き上げた。で、お、人生だ。やっほー。あ、これ外さないといけないのね。あ、こっちか。あ、タスク少ねえな。余裕だな。うわ、
それ。ん？あ、今一瞬ブーってなったな。何今ブー下位通報。あのごめん、俺もわかんないんだけど、なぜかキッチンのところに入ったらなんか通報のボタンがあったから押した。なんかキッチンね。キッチンあったりだね、多分場所的に。俺は音質出た、音質を右に出たところかな。音質最終。私は、ミーティングルームのところ行った。きなこがリーキング。私、上部エンジン。翔太、上部エンジン。みんなバラバラ、三角形や。いや、そうだよ。結構、バラバラすぎる。結構ばらけてるよ。みんな全然近づこいけん。人生通信室いた。そうだよ、さっき、翔太いたよね。うん、あ、それ本物。俺、翔太見たんよ。で、キッチンでなくなってるって考えたら、そこまで距離がねえから、多分ショートは難しいような気もすんだよな、距離的な関係上は。きなこもちはやってから来たか。きなこもちはミーティングで何したの？いや、てかあれ、正確に言うと、あれ、ミーティングルーム通って、そのまま音質のタスクしに行こうとした。ああ、じゃあ、結構近いのか、きなこもちと俺。結構近いね。音質のね、出て右上らへんだから、原子炉の近く、原子炉と音質の真ん中らへんかな。距離的には、ゲイ可能なのが多分、そう考えたら、きなこか翔太ぐらいだよ。いや、神も可能っちゃ可能だけど。いや、俺も全然可能ではある。全員可能だし、なんだったら人生も一応可能だから、自分は。全員可能になるのか。いや、今日さ、全員で一旦原子炉来たやん、最初。ああ、そうだね。原子炉全員で原子集まってからだから。で、エンジン、俺、エンジンってか、その、上行ったんだよね。で、鉱山らへんで、きなこ餅らへんと一緒にいて、で、鉱山から下に置いて、その、おいしそうタスクしに行ってて、で、そこで、多分、どうするこれ。スキップだったら、まだ一回、もう一回ぐらいやったらいけると思う。苦味されない限り。もう一回話す。話し続ける。話し続けた方がいいよ。了解、了解。まあ私は釣られないでしょ今回。多分大丈夫。オッケー、タスク終わった。どうしよっかな。どうしよっかな。あれだな、セキュリティ見よう、セキュリティ。アドミンがどこにあるのかよくわかんないけど、とりあえず、あれだな、望遠鏡？望遠鏡見よう。いっそ。ノーワン。じゃあ、続きすっか。タスク終わりじゃないか。さっきの続きすっか。翔太さ、原子離れてから何した？原子離れてから、タスクが、その上の、上に、上部エンジンで、上部エンジンらへんっていうか、その展望台構造の上部エンジンに行けるはしごらへんのところで、すれ違ったんだよね、ちょうどはしごらへんで。そうそう。で、今日、今日は、きなこ星どこ行ったの？きなこ星どっち行ったの？通信室行って行ったこと？いや、上部エンジンのところのなんかパイプ回収した後、通信室のあれジップレール使って、ドロップシップのタスクしに行った。で、その後、あれ、音質のタスクしに行こうと思って、ミーティングルーム通った。で、人生は？原子離れてから、原子でパイプのやつ集めて、そっから通信のパイプ直しして、で、確かそっから俺も、保管まで、ジップで確か伝ってきて、で、そっから桟橋行ったはず。右二人、左二人ってこと？最初は、なった後、原子炉。最後の方に。保管庫に二人行ったってことね。人生は遅めに行ったってことでしょ、きなこ餅より。ちょっと。そうだね。ああ。そうね。で、翔太は、上部エンジンから下降りて、下降りてないのか。最終どこなの、翔太は。上部エンジン。上部エンジン、そんな長かったの、タスク。長くはないけど、通信室から降りてきた。ああ。うん。詰められねえ。何も分からん。証拠が出てない。これは難しいな。はい、難しい。あいつ変なところで浸水なんだよ。ああ。なんでそんなキッチンなんて行くんだよ。詰められんよ。どっちでもう間違った推理してんの。どっちでもこれスキップでやられるの待つ。確かに。どうするか。あとタスク終わったから、
じゃあもうこれはもう誰か行ったらそれもう見つけ次第やろ。せやせやだ。さて暇だ。ナイス早い。誰かいないかな。全然人がおらん。わあ。いや、人死ぬ予感がするぞ。言い分聞くから、まずきなこもち行って。俺、はい、翔太と展望台いて、なんかね、姿変わるやつじゃん、サボタージュ。うん、あるね。で、あれがな、うん、あれがなったら、なんか急、うん、急に、あれ、変身した神現れて、そのまま翔太やってた。うん。うん、俺の意見言っていいですか？いいよ。俺とね、きなこもちとね、翔太はさ、一回現象直しに行ったの。うん。で、その後上行って、俺だけ通信室行ったのよ、うん。で、うん、展望台できなこもちと翔太がいたの。まあ、らしいんだよ。まあ、多分いたんだね。で、通信から、まあ、通信のタスク終わったから、下降りて、上部エンジンで、まあ、展望台にさ、望遠鏡みたいなのあんのよ。うん、その広場が見える。で、それ見ようかなと思って、そっち行ったら、なんか下があったのね。うん。で、そしたら、その変身、さ、その下見つける前に変身状態になってて、で、その変身状態が解除した後に、まあ、俺逃げてて、でその後その戻ってその時間クールタイムさ、あの30秒だから多分、うん、さっきやって、でそれで多分ゴールの殺せないから戻って、きなこもちが殺したって通報しました。はい、ああそういうことか。これは難しいな。じゃあ、うん、もう二人はもう大様に、反対に入れちゃっていいよ。俺がもうこれ決定権が実際握ってるってことになるんでしょ。そうなんだよな。で、今。神が急に、展望台イベントが現れた。そしてやった。うん。きなこは、うわ、もう、一緒にいたんだよね。うん、翔太ずっと一緒にいた。私は人生今までです。おい、どうなる？ないねー。どっちや？うん、キラゴが、お前は投げたんだ、カスが。俺は村だ。はい、ね、マジごめん。え？神、インポスター、翔太3ポイント。で俺と人生が、うん、違うか。だから人生と神が1ポイントずつ、モンブラーキナコモチが2ポイントずつなので、あ、
神と、はい、神と人生じゃあ、あ解明に2ヶ月しよう、2ヶ月やばっ、大丈夫、はい、じゃあ神が最初の1ヶ月、人生が次の1ヶ月にする、うん、ちょっと先に人生さんちょっとあの消えてくれませんか、今解明の名前考えてるんで、イエスキリストイエスキリスト、オッケー、じゃあまずイエスキリストね、ああ俺も今思いついたわ、はい、じゃあで尊敬する神で、尊敬する尊敬する神、ごちゃごちゃ、これより翔太の名前はイエスキリストと、尊敬する神になりました、はい、あ、アットつければ、アットつければ、うん、イエスキリストアット尊敬する神、あ、これで2ヶ月、これで1ヶ月いいんだ、あ、これで1ヶ月いいんだ、今日が12月3日なので、だから2024年1月3日まで私はイエスキリストアット尊敬する神、クリスマス挟むからよかった、めっちゃ挟むじゃん、挟むからイエスキリストまではということで、これからもこういう罰ゲームある系の企画でどんどんやっていこうと思うので、ぜひねチャンネル登録お願いします、イエス、はい、お願いします、ということで、お願いします、からイエスキリストなのでチャンネル登録するとあなたに幸運が来ます、多分ということで、それではまた今度、バイ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 。